これが、まあまあ、私が論文を読んだ私の理解で、その今その現地でそのウォーターフォールっていうのをされてるのを、まあ、誤解というかね、まあ、いろいろ解釈とかそれとかそのウォーターフォールをもとに各、部門でこうプロセスっていうのは作られてると思うんで、いろいろ解釈があると思うんですけど、まあ、ロイさんがもともとのこのコンセプトとしてはこうです。あとちょっと後先になるんですけどもこの1970年代のまあ背景としてっていうことでちょっとまあもう一つ押さえておくと、まあ、製造業のパラダイムでなんですけど、要するに、コンピューターですね、当時、まあ、1970年代はもうかなりのものだと思うんですけど、それより昔っていうのはコンピューターのまあリソースっていうのが限られていて、そのコンピューターでできることっていうのは限定、ここで大規模といってもまあ限定的で、で、世の中にそんなにこう、なんていうかな、コンピューターとかソフトウェアっていうのがこうありふれてないっていう状況で、そういう状況っていうのは供給主導というかこう、世の中にまず物ですね、物がないので、供給すればその、供給したものに相当する利用価値っていうのがついてくると、その、っていう時代で、今ちょっと、まあ、話が飛躍して申し訳ないんですけど、その今のアジャイルのパラダイムとかになってるのはどういうふうなかっていうと、要するにその、物がなくって、供給したら供給した分だけの価値を生むと。だからその供給するものこれを出せばいいっていうのはもう明らかで、それをいかに安く早くで、作るのもそんなに複雑ではないと、状況変化がない中で複雑にないんで、まあ、賢い人が考えたらそのやり方を踏襲してバーッと大量生産ですね、大量生産で物を供給すればそれがまあ売れると単純に。でっていう、そういうソフトウェアがまだそういう時代だった。でちなみに 今の背景を言うと何でもいいから外を出せばその出した分だけ売れるっていうわけではないですね。それとかこの、もっと言うと、供給に主導権があるっていうのはかけた工数ですね、ATM とかグラムいくらという言い方をしますけど、かけた工数の分だけ価値を持つというような、それは世の中物がなかったら、例えば100万円かけたらそれはまあ100万円の資産価値少なくもあるみたいな、です。でも今の、現代の状況だとすると100万円かけてそれがいくらの価値かっていうと、それを持ってない人は100万円で調達できるっていうことでそれは100万円の資産価値を持つんだけど、今はその似たようなものはいくらもあると。でむしろそれは自分のその、例えば企業だったら企業の、使うその必要をですね使ってそれに価値が移動するというような、まあ、そういう時代だと思うんで、ちなみにこれその、大きいバッジでこう大量に物を出すというパラダイムで、考えられたプロセスですね。ただその時に規模が大きくなるとこういう管理のオーバーヘッドが必要になって、必要になるんで、そこを過小評価すると大やけどしますよということを、で、ここからがちょっと論文は終わりで、ここからは私 の、まあ、解釈ですね。で、そのウォーターフォール開発に対して、まあ、誤解と偏見があるんじゃないかと、今までの話でも、まあ、あったと思うんですけども、まあ、個人的に、思うっていうか、まあ、よくありがちなっていうことで、一つが、まあ、上流工程の逆流は何としてでも避けないといければいけないと。これはその国防省のへ のスタンダードの、弊害なんですけど、あってはいけない。で、あってはいけないっていうのは、そう逆戻りがあるときには大変なことが起こるから悪いことなので起こしてはいけないっていうかね、まあ、そういう思想で、だから避けないといけないという発想が出たんですけど、出ていましたと。でも、もともとのロイスさんでは、その前後の工程で反復っていうのは、それはあるでしょうと。設計が洗練されるためには、そういうふうな、局所的な反復っていうのは、必要だというふうに考えてました。なんかその、ウォーターフォールの定義とかね、そのコンセプトっていうのをロイさん のアイデアに照らし合わせると、これはもう誤解です。 でそうではなくて、工程を飛び越える逆流っていうのは、まあ、やっぱり問題だというふうにロイさんも認識してて、で、
いろんなこう、ドキュメントとかさらに追加の、オーバーヘッドっていうのはこのリスクを限定するためにこういろいろ必要になってくるというのが、まあ、森さんの見解でした。それから、2つ目の、誤解と偏見ですけど、生産性や品質を向上させるためのものでもオーダーホールを導入したら、まあ、何もしてないに比べたら、生産性が上がるとか品質が上がるというふうな、まあ、そういうふうな認識をする方もいらっしゃいます。皆さんも違うかもしれないですけど、まあ、そういうふうに認識される方もいらっしゃるんですけども、まあ、そんなことはちょっとも言ってなくて、まあ、要は失敗にする損害ですね。だから大失敗という損害っていうのを、まあ、限定すると。だからその追加のオーバーヘッドでその大失敗を限定するという、まあ、そういうところを意図しているだけですと。で、その、まあ、そのリスク、大きくなるとだからリスクが大きくなるんでリスクヘッジのためにコストとか時間はいりますよっていうのを、まあ、言ってるのが、まあ、ロイさん のアイデアと。だからウォーターホールをウォーターホールとしてやろうとすると、まあ、そういうことが必要になってくるということですね。要するにリスクが大きいものに対してはそれだけヘッジするための、まあ、コストとかがいるというあのウォーターホールのコンセプトということを言っています。で、まあ、極めて官僚的なプロセスということですけど、まあ、その、ロイさんはっていうか、その、まあ、ロイさんにかかわらずですけど、その、そもそもソフトウェア開発プロジェクト、なんでやるんかとか、そのプロセス何のために導入するんかっていうと、その官僚的で、結局それ失敗に結びつくような官僚的なんていうのは誰も望んでないはずなんですよね。で、まあ、もちろんその、ロイさんのコンセプトとか、その、繰り返しにはなりますけど国防総省 の, その、何があってもっていうかねあの戻ってはいけないっていうねその非現実的な縛りっていうのが、まあ、この官僚的ここで言う官僚的だと思うんですけど、ね、もそんなのはその元々のコンセプトは全然 意図しないんですとっていうのはそうでも、まあ、なぜかそういうふうに、ね、やりたがるっていう、まあ、フォースというかねそれが働くで誰がなぜ官僚的なプロセスを望むかっていうところっていうのをちょっと見る必要があると結局なんかまあそういう力が働いてそれが有効なので、本当は得じゃないロイさんも1970年代にそんなんではダメだって言ってるにもかかわらず未だにそういう繰り返されてるっていうか失敗しても失敗しても繰り返すっていうことはなんかそういうフォースがあるっていうところそこを見ないとそのウォーターホール官僚的っていうところっていうのは問題点を解決しないと思います。だからウォーターホールというプロセスが官僚的をしているわけではない。ただちょっとねあのアジャイルにやりにくいっていうかねアジャイル的に言うととかその臨機応変やりにくいという特性はありますけどあの官僚的でないといけないということは言ってないです。で、次ウォーターホール開発ではこうねみんな失敗してるにもかかわらずこうやっぱり人気っていうかねこうあるいはその他のに変えられないというのはなぜかっていうのをちょっとまあ私なりに思いつく、まあ、いろいろ他にもあると思うんですけど、まあ、一つはその、建設とかインフラ開発の、まあ、アナロジーとかねもともとそのソフトウェアの前にっていうか例えばビル、建てたらちゃんと建つでしょうとで、まあ、計画はこう遅れたりとかねその予定通りいかないのはそうかもしれないけども、まあ、建つとあのそういうまあ建設とかインフラとかの字があって、まあ、ソフトウェアもそれと同じパラダイムで、ね、解決できるんじゃないかっていうとかあと、まあ生産工程ですねこうウォーターホールっていうのはその、大きいバッチソフトウェアを、作り出そうという大きいバッチを工程に分割するととにかく大きいものは分割して統治しないと手に負えないんですでどういうふうに分割するかっていうのはこれいろんなアイデアコンセプトがある中でウォーターホールっていうのはこう工程に分割してでそれを流れ作業っていうのは、まあ、コンベア方式でこれはその先ほどもちょっと、ぐたぐたと言ってしまいますけど要は供給主導の大量生産のモデルと世の中に車のない状況だとすると車が安く、手に入ったら別に色はもう黒でいいというのに、ね、そういうふうな供給主導の、モデルはコンベアでもうだらっと流して、とにかく、世の中に物を送り出せばいい、まあ、そういう時代背景の感じであと、もう一つっていうかあの結構まあ強いのはこの成功体験ですねこの成功体験は今失敗してるんじゃないかと思うんですけどあの初めてこうプロセスない中でウォーターホールっていうのを提示された時っていうのは、それまで有効なプロセスがなかったと要するにもう、
本当に行き当たりばったりやってた中で、なんか枠組みを与えられると、それがその絶対的にいいっていうかね、何も枠組みがないときに、なんか基準となる、物差しですね、それが最適じゃなかったとしても、与えられただけで効果は出るんです。出ますよね。で、それが、やっぱりそれまで苦労してたのが、ウォーターフォールで、なんかおかしいの、なんかおかしいと思う前に、成功体験があった。まあ、初めてのプロセス、まあ、それまで有効なプロセスなかったという、これが結構大きいと思ってます。と、あと、最後に、まあ、これは人によって、そんなことないかと思うんですけど、このウォーターフォール、水が流れていって、こう高いところから低いところに落ちていくと。で、それがなんか、つかこうゴールに収束するというかね、そのデスマーチじゃないとか、感じがすると。で、これ、まあ、今ね、この話でバカなと思うかもしれないんですけど、結構このウォーターフォールに関わらず、計画駆動っていうので、まず計画を立てます。で、計画を物差しに進捗を図りますと。だから計画に対して、遅れてる、遅れてないとか、何歩遅れとか。だからその、実際じゃなくて計画っていうのを物差しにして、それを基準に計画通りに行けば成功ですという、そういうパラダイムです、やってると、私のその、かつてのその会社の時もこう計画引いただけでね、できた気がするなっていうふうな、マネージャーとかね、管理職のとこうなかなか計画立てて計画は定まらんとやけど、こう無茶な納期で無茶なコストで、でもこうこれはもう絶対無理ちゃうかと思っても、なんか線を収めてパート図なりこう、ガントチャートを書くと、なんかできた気がするなという、これは結構大きいんじゃないかと。まあ、逆に言うと、そのアジャイルで不安に感じるっていうのは、まあ、これの裏返しっぽいんですけどね、アジャイルができなさそうで、ウォーターフォールができそうっていうのを、言ってますと。で、以上がちょっと、まあ今日この場でそのウォーターフォールとは何かっていうのを私の任っていうかね、したんですけど、これ一旦ちょっと、ちょっと時間はあんまり、長くは取れないと思うんですけど、一旦区切ってここまでの話で何かこう質問とか、こう疑問とか、そのウォーターフォールとはっていうところですね、ありましたら、まあ、特になければとか、最後までお話しした後でも、じっくりお話しする時間は取ろうと思うんですけど、特にないですかね。あ、僕からちょっと、ちょっと皆さんに質問というか、今日のこのウォーターボールの話っていうのを、ウォーターボールやったことある人ってどれぐらいいらっしゃいますか。やったことある人、何を持って、あ、そうですね。なんか、そうですね。じゃあ、要はウォーターボールからどうかなっていうのが分かんなくて、要はやってきたらどう。じゃあ、好きな言葉で言うと計画駆動とか。計画に従って、先に進捗の計画があって、それに従って仕事をし最後までやった経験があるとか、そういう意味やったら、だったら僕もありますね。そういう考えだったらやったことありますね。ウォーターフォール度合いがありそうですね。あと、ロイスの論文読ん、元の論文読んだことある人ってどこですか。いながら読みます。いやいや、合ってますか、私の理解は。どうですかね、これは違うんじゃないか。で、実はまあそれがあったら教えていただきたいんですけど、私はそんなに、なんで、なんかこれはちょっと理解と違うとか、ロイさんそんなこと言ってないとか、こんなことも言ってたとか、ないんですか。僕はもっと斜め読みだったので、僕よりちゃんとなんかいろいろ書いてあったと思う。てか、まあ割とその知らないっていうかね、ウォーターフォール、ロイスさんっていうみんな頭があって、で、まあ、悪者と言わなくてもそのだけども結構違うとか、それとかその、ロイスさん結構70年代によく考えてたんだなっていうふうに私本当に、ね、率直にね。で、もちろんこれ全然具体的じゃなくて抽象論なんで、こんなんでプロマネできるかって言ったら、それはまあピンボックとか呼んでくださいっていう話で、まあ、それはそれとしてでよくて、でも元々のコンセプトとかね、何を意図して、だからドキュメントって何を意図してどうなのか、ここの工程はどういうふうな背景からいるとかね、それとかその一個手前はいいけど飛ばしはダメとかね、その戻ってもいいっていうふうに、別にロイさんは戻ったらダメとは言ってないっていうのは聞いてたんです。
でも論文読むとそうじゃなくて1個戻るのはいいけど飛んではいけないとかね、そういうふうに言ってるっていうのが、まあ、個人的にはあの驚きで、まあ、よく考えてたんだなと。だからそれをちゃんと発展させるとね、まだ今のウォーターフォールの形が違ったんかなと、ちゃんと進化させるとね、ちょっとねじ曲げちゃってあの気の毒っていう話がよくありますけどっていう。この話まで来るとなんか計画駆動の話がこうなんとなく理解できて、でなんかアジャイルマニフェストに書いてある計画に従うよりも、なんだっけやるもん忘れたというのがなんか奥に落ちる感じですね。なんか時代背景もすごい大きかった気がしますね。なんか今僕らが作っているソフトウェアと同じソフトウェアなんだろうけどやっぱりなんか違う。多分環境は随分違うと思うので、その、この昔の時代ってそれを全員があの、全員そういうコンピューターとかそういう機械に知りなくて、結局何かって紙と鉛筆ぐらいしか、100人がいたら触れる人はほんの数人しか触れない、そういう時代だと今どうしてもこういうドキュメントっていうところでみんなでこう、あの、シェアしましょうっていう。テストドリブンってわけにはいかないんですから。最初の時代は言ったら、マシンはみんなで共有するもの、1日何時間しか使えます、そういうの時代です、ね、でコーディングっていうのは昔は打つんじゃなくて紙に書く、そういう時代だとやっぱそういうふうなでどうやってやるかっていう時代背景があるのかなと思う。やっぱそこがミソで、多分当時は当時の最適だったと思います。でもその時代背景が変わっていく中で変わっていかないといけないのをこう変えれなかったというかね、その全然前提が違うのにその変わっていかなくて、むしろその昔のままで通用するっていうのが方がおかしいっていうのはね、まあ、おかしいっていうのはその違う現実に対してですけどね、まあ、あの現在でもこれと同じような状況があるかもしれないです。そのうん、まあ、あのドメインによっては、そうですね、ドメインによってはあると思う。なんか川瀬さんおっしゃったのは、昔のその80年代ぐらいだと、リソースも少ないし、でも効果なんでサプライサイドにあ、そうですね、供給優先の論理になる、はい、だから作っただけ工数が試算化される、なんかグラムインターっていうあのものとそのグラムじゃないんだというのがあります。めちゃくちゃ腑に落ちました今。70年代はあの1行いくら、ステップいくらっていう時代、ステップですよね、まさにその時代、1行いくらっていう時代にぴったりなんだと思います。それが価値がないなんて言ったらとんでもない。本当に量さえ作ればお金をもらえた時代です。中身なんか。でも欲しいのはもういくらでも あったら、そのまああの、あの今で考えたらそのゴミのようなものでもないんだから、ある方が優位なんですよね。ということはそのソフトウェアでもそのバグバグでもたまに使えれば、例えば10回に1遍正常出るのでもないっていうのはね。だってそれで、何ヶ月もかかるのが1時間10回10時間でね。に1回答えが出るとなるとみたいな、そういうのだったりする。それがもうあの供給主導です。なんとかして使う、そうなんです、ね、でだから全然もうパラダイムが違うのは、なんかコピー機のメタファーが急に思い出した。ああそうです。コピー機でこう100枚出したら100あの1000円かかるじゃないですか。1000円かかって出しちゃってミスコピーがあってもとりあえず使うじゃないですか、だけど捨てられる1000円ぐらいだったらもう一回出すよっていうなったらやっぱ捨てますよね。なんかそこの差はすごい大きいですね。わかりました。他に何か質問議論ありますか。あのはい、続き、はい、あのそういう今ちょっと出た話にもなってくるんですけど、で、ちょっと、まあ、ここまではウォーターフォールの話で、でちょっとアジャイルの話はあの端折ってますと、まあ、今日いらっしゃるのは、まあ、皆さんもアジャイルっていうのをいろいろ勉強されて、で、まあ、アジャイル実践する中でとかねっていうのだと思うんで、アジャイルの説明は沿って、でいきなりあの、まあ、ウォーターフォールとアジャイルっていう話ですけど、ちょっと これは今日のためにちょっと思いついた整理で、ですね、あのセミナーの時にはあのやらあのなかったんですけど、まあ、ウォーターフォール、スパイラル、CCPM、看板、アジャイルとあるんですけど、この中でこれはちなみにあの全然、ね、根拠があるんじゃなくて、私個人的にこう現場とかに立ってこう、まあ、
お客さんにこう勧めたりとかねする中で自分の中の認知ですね、これはどういうふうなっていうふうな、まあ、あの自分なりの整理がありますと、これはだから私なりの整理、こういうふうに見てますと。で、観点がその問題領域っていうのをどういうふうに扱ってるかっていうのと、その解決手段っていうのをどういうふうに使ってるか、で問題解決 の, その主体となるのはどうかとか、そのアプローチ、あとマネジメントということで、大きな枠で、こういうふうに見てますと。で問題領域、前提的とあと発見的ってあるんですけど、これの意味はちょっと表現は迷ったんですけど、プロジェクトの中で、どうかと。その前提的っていうのはプロジェクトの外で決まると。でプロジェクトが混乱しても一旦止めて、まあ、外でみたいな、要するにプロジェクトの中ではスタティックっていうのが、まあ、どういう表現か迷ったんですけど前提的としましたと。でプロジェクトの中でダイナミックにこう変わっていくというのをこう発見的という表現にしました。で、ウォーターフォールの そのコンテキストっていうかね、前提となるのはその問題領域が前提的と、もうこれを作ろうとしたら、まあ、それができればとにかく売れるんだからもっといいものできるかもしれないけど、とにかく早く出してしまったらあの、価値を生むと。でだからあのウォーターフォール問題領域、まあ、ちなみに問題領域は何かというと、これはソフトウェアで解決しようとしている、まあ、要求ですね、要求、まあ、アウトプットが解決するその要求レベルを言います。でそれに対して解決手段っていうのが、これはその要求を満たす、ための、問題領域っていうのはその、プロジェクトのアウトプットという見方でいいと思います。でアウトプットを得るためのものっていうのを、まあ、解決の手段で、オーダーフォールの場合はその問題の領域もその前提的っていうかね、プロジェクトとして前提的で、解決手段もこれ前提的というのはどうかというと、あのそのオーダーフォールとかあと、科学的管理みたいなあの考え方では、その工程っていうのはね、賢い人がこう綿密に組んで、で無駄のないこう、作業手順っていうのも外で決められて、で、この通りっていう、まあ、そういうふうな、ね、解決の手段ですね。解決手段っていうのは、例えばその、作業者の、まあ、作業そのものですね、それがあの前提的と、こう、良い方法っていうのは、前提的にあると。でそれに近づけるっていうかね、それに、そのパフォーマンスが得られないのは、その良い方法をなんかこうミスがあるとか怠けてるとかね、そういうふうな、これ前提的で、問題解決っていうのは、まあ、トップダウンでプッシュ、あの上流からっていう形ですと。でマネジメントの、パラダイムとしては、まあ、工程で、管理します。で進捗で、工程に分けて進捗で管理します。でそれが、スパイラルになると、私の中では、まあ、問題領域とか解決の手段っていうのはそれは、まあ、あの前提は変わってなくて、でその、アプローチも、まあ、プッシュ型トップダウンですと。ただその、マネジメントっていうのをその大きいバッチじゃなくて単にバッチを分けた、だからステップっていう バッチをステップに分けて、で反復にしたというのが、スパイラル、これは私の理解 でちなみにちょっとあのユニファイドプロセスですね、ちょっとややこしいんですけどと区別してますと、ユニファイドプロセス、この位置的に言うともうちょっとこっちにあると思っていて、あの元々はスパイラルから入ったと思うんですけど、だんだんこう、この解決手段発見的っていうのを取り込んでると思うんで、まあ、位置づけ的にはそういうふうにあると。ちょっとややこしいんで書いてないんですけど、あのユニファイドプロセスで、CCPM、 これも、CCPM は、ご存知ですか。ご存知、あのクリティカルチェーンですね、あの特あの制約条件、あのゴールドラットさんの、でこれはちょっとまあ議論の余地があるかもしれないけど、私の中では問題領域っていうのはまあ前提的と、プロジェクトの前提的で、解決の手段が発見的で、その、プロジェクトの中でこう、ダイナミックに求めていくと、解決手段について求めていくで、アプローチがプッシュ型トップダウンというふうに私は見てます。で、マネージメントはやっぱりこういう工程で見てて、ただあのその進捗じゃなくてバッファーでマネジメントですと。
バッファーマネジメントというのはそのリスク、許容度というかね、あの現実的なリスク消化度ですね。ちょっと CCPM は、そうか、ごめんなさい、実際 CCPM どうやってるかというのは分からないというかね、全然あの本とかでは読んでも使ってる現場というのを知らない、方が多いかもしれないんでピンとこないかもしれないですけど、私たまたまちょっと見せていただくことがあったんで、あのだし、まあ、CCPM もね、あのある意味人気なんで、ちょっとまあこういうものっていうかね、こういう位置づけにあるっていうのだけ興味があれば後で質問していただいたらいいですけど、で、あとちょっと看板もいろいろ議論があるかもしれないんですけど、私の中で看板は問題領域は前提的ともう考えてて、でも解決手段は発見的で、で、問題解決の主体が今度プル型ですと、その下流っていうか起こってる現場あるいはその顧客というかねの方、市場の方から、課題っていうのはやってきて、で現場主導で解決していくと。ただその提供するものっていうのは問題領域は前提的と。でこの、問題領域前提的っていうのはちょっと強引な言い方をすると、例えば車で、先生どうだとすると、その、この車を作ろうっていうか、なんかある車種を作ろうとしたら、まあ、その車ができると、ある軽自動車を作ろうとしたらスポーツカーができるっていうことはありえないっていう意味で前提的ですと。ただその軽自動車を作るんだけど、そういう中で、その効果的な作り方とか、その品質をなくすみたいなっていうところが、まあ、発見的で、で、現場主導で、プル型というふうに見てます。でマネージメントは、バックログですね。看板の一つ一つバックログで、まあ、見える化マネージメントと。これだから進捗とかじゃなくて、みんなが見てたらこうはかどってるかとか、どこに問題あるかっていうのはみんなが見えたらいいでしょう的マネージメントと私は置いてます。でアジャイルなんですけど、アジャイルは、まあ、他と結局知っているんですが、問題領域も発見的、まあ、一番こう分かってるんですね。あと解決手段ももちろん発見的で、プル型現場主導で、で、まあ通常バックログで、タイムボックスのマネジメントですと。タイムボックスで、まあ、状況を見て次のタイムボックスをどうするかという、まあ、結局なんていうかな、どういう場面でも これが必ずアジャイルですよとは思ってなくって、やっぱりいろんな現場に行って、あこの現場だったらこれがいいかなみたいなのが私の中でこう提案するべきみたいなのがあって、やっぱりこういうふうなね、これ正しい間違ってるっていうのは大いに議論があるんですけど、自分の中で必要になってきて、でちょっと整理してみたのを、まあ、今日いい場だと思うんでちょっと紹介してみます。私はまあこういうふうに見てます。まあ議論をいただければいいと思います。で、ここからまあセミナーの内容に戻るんですけど、じゃあまあウォーターフォールとアジャイルだけ取り出して、で比較したときに、ですね、これもまあ見方は私の捉え方なんですけど、まず管理の対象がウォーターフォールは作業の分割投資と、こう作業、まあ、工程っていうのをね、あえて作業って言ってますけど、作業に分割する、っていうの。アジャイルはこれも必ずしもそうじゃないんですけど、私がアジャイルっていう時には成果の分割投資、大きい成果を得るためにまたその小さいっていうかね、手前の達成することですね、段が重要で、その段の積み重ねをもって大きい段っていうのに、私はこだわるっていうかね、そうでないとアジャイルと思わないっていうかね。 で管理サイクルが、ウォーターフォールは、まあ、基本マイルストーンで、もちろん周知とかね、タイムボックス的なのがありますけど、その振り返りとか積極的に計画を切り替えるっていう感じではないので、あくまでもこう計画を繰り返すのはマイルストーンですね。例えばその、要求分析完了っていうのが、それが遅れてるか遅れてないかとか、終わった時に後の工程を見直すかみたいなマイルストーンっていうのを、区切りでします。で、アジャイルを、まあ、ご存じのタイムボックスで、進捗は何を見るかっていうと、工程表っていうか、まあ、計画駆動ですね。計画を立てて計画の消化率ですと、計画に対してどうかっていうので測ります。で、アジャイルはバックログ、バーンダウンと書いたんですけど、これまあちょっとこの書き方は良くないかもしれなくて、まあ、バックログというのがこの成果のだとすると、成果の積み重ねですね、
まあ、これの消化率とかと対応させて書くとしたら、まあ、皆さんアジャイル分かってるんでバックログバーンなんでそういうイメージを持たれると思うんですけど、まあ、アジャイルはそういうふうに見てない人っていうのはちょっとこれ消化率とかとね何が違うんだっていうふうに思うかもしれないんですけど、これはまあ要するに達成した成果動くソフトウェア